皆様こんにちは。今日はダイソーでとっても可愛い商品を見つけたので購入品紹介をしていきたいと思います。よかったら最後までご視聴お願いいたします。ダイソーではバレンタイングッズもたくさん販売されていて可愛いものを見つけたのでまずそちらから紹介していきます。まずこちらです。ペーパーフードバッグというものです。こんな感じの柄なんですが、こうハートがインパクトあってすごく可愛いなと思って買ってみました。こんな感じで食べ物を入れたりするものみたいなんですが、私はラッピングとして使おうかなと思ってこちらを買ってきました。続いてこちらです。クリアシェイプバッグというものです。これは2色あったんですが、私はピンクの方だけ買ってきました。牛乳パックのデザインでちゃんとこんな感じでラッピングシールもついているものです。飴とか入れて渡しても可愛いですね。続いてこちらです。ジップバッグレトロというものです。チョコレートのデザインなんですが、私はピンクの方を購入しました。ブラウンのタイプもあったんですが、こっちの方が私は可愛かったので、はい、こちらを選んできました。私はジップバッグシリーズが大好きで結構集めているので可愛いものをゲットできて良かったです。続いてジップバッグのレインボーというものです。アイスクリームのデザインでさくらんぼが乗っかっていてすごく可愛いです。これも他の色があったんですが、私はピンクの方を購入してきました。やっぱりバレンタイン時期なのでラッピングバッグがたくさんあったんですが、私は厳選してこちらの4つだけ購入をしました。もう可愛いのがありすぎて本当に全部欲しいくらいでした。続いてはこちらです。ギフトタグハートというものを購入してきました。こちらはラッピングに使ってもコラージュに使っても可愛いかなと思ったので、このハートとあとこちらです。ミレニアルピンクというデザインを買ってきました。紐もついていてすごく便利ですね。手帳コラージュとしても使えるのですごくおすすめだと思います。次はシールです。シールをたくさん買ってきたんですが、そちらを紹介していきます。まずこちらです。これもバレンタインシリーズだと思うんですが、このギフトシールスイートというものを買ってきました。こう手帳コラージュにぴったりだなと思って、はい、こちら買いました。すごくデザインが可愛くて、こういうところに書き込んだりできるので使いやすいかなって思いました。手帳に使うとすぐなくなっちゃうので、こちらは2つ買ってきています。次にこちらです。マスキングステッカーのハートです。私はシールでハートのものを一番使うのですぐなくなってしまうんですよ。なのでこちらを買ってきました。このマスキングタイプとあとこちらのグリッターステッカーがあったのでこちらも買ってきました。ペタペタ手帳にまた貼りたいと思います。そしてこちらのマスキングシールもありました。スイーツ柄ですね。透け感楽しいマスキングシールというものでとてもデザインが可愛くて惹かれたので、はい、こちら買ってきました。こちらもスイーツ柄ですね。デコに最適デコレーションシールというものです。す
すごく可愛いですね。あと、こちらがすっごくお気に入りなんですが、このキラキラオーロラシールというものです。こんな感じのデザインなんですが、ピンクで、こう、キラキラしていて、すごく可愛いです。ちょっと海外っぽいようなデザインで、そんなところも惹かれました。そして次にこちらです。キラキラ輝くスパンコール入りという、こういうぷっくりとしたシールになります。こうシャカシャカできるタイプのシールですね。まさかこれが100円で売っていると思わなかったので、もう見つけた時即買いでした。ほぼ日手帳には貼ると結構ボコボコしてしまうかなって思うので、まあ、違うものに使っていこうかなって思います。あと次にフレークシールです。これはホログラム吹き出しというもので、吹き出しのフレークシールですね。ほぼ日手帳に便利かなと思って、こちらの吹き出しシールを買ってみました。と吹き出しはもう一つありましたね。先ほどのは40枚なんですが、こちらは50枚とたっぷり入っているものです。こんな感じでシンプルな吹き出しですごく使いやすそうだなと思って、こちらを買ってみました。そしてフレークシールのホログラムハートです。60枚とたっぷり入っているものです。こんな感じでキラキラとしたハートのシールになっています。続いてはこちらです。フレークシールラブリーコスメです。こちらは40枚入りのものですね。こちらの柄が入っています。これはクリップブックに使いたくて購入してきました。はい、今回のダイソーでの購入品は以上になります。またこちらを使った手帳コラージュも動画にしていくので、楽しみにしていただけると嬉しいです。では今日の動画はこちらで以上になります。最後までご視聴いただきありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。